こんばんは、入山明子です。9月22日金曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は川越市山吹会館へ、川越交通安全協会様の交通安全大会第37回目。今日はアトラクションのステージをいただきました。長きにわたり交通安全協会の会長、そして現在副会長としてご活躍されていました野口様からのご紹介、ご縁をいただいて、そのご縁をつなげていただいた方は今は遠いところに行かれましたけれども、こうしてありがたいご縁を残してくださってる、これが今の私の歌の道を歩ませてくださった縁とつながりが宝物です、という通りの本当の感謝する皆様のありがたい応援です。今日はその後、坂戸島で足を伸ばしマニラさんに伺いました。マニラさん、ママさんからフィリピンのちょっと日本で食べるバナナとは違うよということでバナナをいただきましたけれども、酸味があって甘みも程よくてとても美味しくいただきました。さあ、そして明日は東村山市八坂神社に伺います。地元のアトム電機さんの7周年の記念でキャンペーン賞、山口ひろみさんと入山明子が歌わせていただきます。地元には随分お世話になった方がいらっしゃいます。行きたいけど体が悪くなったので行けないとおっしゃる方もいました。でもまた新たな出会いと、そしておいでくださる方と楽しい時間になりますように。明日も昭和歌謡男歌のアルバムの中から皆様に曲をお届けします。そして入山明子の歌もお届けします。短い時間ではありますが楽しい時間となりますように精一杯努めたいと思います。車でお越しの方は境内に車が止められますよということでした。ぜひお待ちしております。それではまた明日元気にお目にかかりましょう。おやすみなさい。